せーの、ジェイコムからお届け、熊本人図鑑。ありがとうございます。ありがとうございます。この番組は熊本で活躍する素敵な方をご紹介する熊本人図鑑、進行役の J.COM 熊本地域アナウンサーの福間由衣子です。そして今回のゲストはこちらの方です。はい、NPO 法人オーケストラ創造理事長の坂本一生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。坂本さんは4月に、はい、うちで放送しました特別番組でも、はい、お世話になりましたが、とても印象的なコンサートでしたね。そうですね。4月の14日という熊本にとって非常に特別な日に、そのちょうど地震から1年後になりましたが、復活というタイトル の80分もかかる名曲をやりました。ですね、そんな話も詳しく後ほど聞きたいと思いますが、はい、まずは NPO 法人オーケストラ創造というのはどのような団体になるんですか？これそのオーケストラ創造っていうその名前が体を表してますけど、オーケストラを作ろうという、創造しようという NPO 法人で、そのオーケストラのプロオーケストラなんですよ。九州には福岡のように九州交響楽団というのが一つあるだけですから、九州で2番目のプロオーケストラを熊本に作ろうという、そういう会でもう11年経ちました。11年、はい、熊本にプロオーケストラを作ろうというのがきっかけで設立されたんですか？はい、そうですね、きっかけというかそれを目的にやってるわけ、NPO 法人です。今どれぐらいの方々で活動されてるんですか？今普段やってるのは 7,8 人です。そうなんです、ね、だからもう 7,8 人で熊本にプロオーケストラあったらこんなに素敵な街になりますよということをみんなにこう、広めていって、そして機運を盛り上げようということでしょうか。だからそのためにたまにコンサートやったりいろんなことやってます。なるほどですね、はい、それを今日は詳しくお聞きしていきたいんですが、はい、今回も3つのテーマで坂本さんについてお聞きしていきます。はい、こちらですね、その4月14日の復活コンサートについて、そして2つ目、本職は学校の先生です。はい、そして3つ目、これからのビジョンについてお聞きしていきたいと思います。早速ですが、はい、4月14日の復活コンサートについて、はい、こちらは、オーケストラ創造さんが地震後に多分さまざまな活動されたと思うんですが、その中の一つになるんですかね。そうですね、オーケストラ創造とじゃなくて、もう一つ、熊本音楽復興支援100人委員会っていうのがこの5月にできて、そちらの代表でも私あるので、で その熊、略して熊100って言ってますけれども、はい、そこがですね、地震直後はいろんな避難所ですね、段ボールベッドが並ぶ体育館とか、そういうところに演奏家と一緒に音楽をお届けすると、そういう活動で始め、それから秋以降はもう仮設住宅とかも整ってきましたので、仮設住宅の中の集会所に行ったりとか、あるいはまあ学校に行ったりとか、老人の施設に行ったりとか、まあいろんなところに行って、まあもう200回を超える活動してきましたけれども、そこのまあ1年間の集大成として、つまりそのずっと避難所とか仮設住宅で、要するに音楽が何かこう人に、まあ癒しとか生きる力になったりとか、そんなことをずっとやってきたので、そのまあ1年の節目 そのまとめとして、マーラーの復活という曲の演奏会をやったわけです。これやっぱ4月14日にこだわりが。そうですね、こだわりがというか、去年の5月の末に私がこう県立劇場のホームページをなぜか見て、そして2017年の4月14日がホールが空いてるっていうのを発見したからです。だからこうちょうど1年後にホールが空いてるんだったら、これは何かこれ意味があるということで、これはその編成も大きいし大変なんですよ、あれ演奏会やるだけで。でもこれだったら絶対やる意義があると思って、それで準備を始めました。その準備段階が大変だったんじゃないですか？はい、そうですね、もうそれはもういろいろありました。復活コンサートで、はい、あれ結局は何人ぐらい出演されたんですかね？結局270人ぐらいですね。それを全て坂本さんが集めたんですか？まあ、全てというか、まあ、全て集めることは不可能ですから、こう要所要所、合唱のキーパーソンとかオーケストラの人とか、まあ、九州交響楽団の人とか、あといろんな何人かに私が声をかけましたけど、もちろんいろんな人の協力
を得て集まっていただきました。やっぱりその中で苦労されたこととかたくさんあると思うんですけど、たくさんありますね。特に印象的なことってありますか？ですね、まあいろんな苦労あるんですよ。事務量も多いし、それから思いがけないことも起きるので、でもまあなんでしょうね、今思えば苦労ではなく、楽しみと言ってもいいです。それはですね、その5月の末にホールが空いてるのを発見して復活をやろうって決めて動き出した時に、すでにそのやっぱこういうシチュエーション、つまり地震の1年後に熊本の復活を願っての復活のコンサートで、この曲昔から僕大好きだったんで、もう素晴らしい曲なので、この演奏会やったらきっと演奏する側も聴く側もすごい感動に包まれるっていうのは分かりましたんで、だからその準備は楽しかったです。だけどそれが大変でしたけど、ずっとやっていって、で結果演奏会終わって思ったのは、素晴らしい演奏会になると思ってやってましたけど、結果はその僕の想像をはるかに超えたものになってましたね。だから今思い出しても、苦労っていう苦労はなかったような気がします、成果から比べると。当日の終えた瞬間とはどういう気持ちだったんですか？そうですね、それはですね、もちろんいっぱいありますけども、当日思ったことは、音楽も素晴らしいですけども、人間の素晴らしさっていうのかな、曲を作ったマーラーという作曲家も素晴らしければ、演奏に携わったオーケストラ、合唱、ソリスト、指揮者の人たちも素晴らしければ、それを裏方としていろいろ準備した人たちも、いい演奏家になるように、それぞれ の専門分野でこう力を発揮していただきましたし、それから会場に集まられたお客さんも耳を澄まし、そして一つの方向に向いて、そして結果コンサートホール2000人以上の人が入ってましたけども、なんかこうあれだけ一体感があるコンサートはめったにないと思いますけど、でもそういうものをだから皆さんで生み出したという、やっぱ人の力ですね。終わって一番感じたのは人間の素晴らしさを強く感じました。そして坂本さんは来年のことについても少しずつもう動き出していると聞きましたけども、そうですね、今年が4月の14日、熊本地震の1回目ですねの日に行いまして、来年はその本震と言われる4月の16日のホールを今取ってるんですよ。もう押さえてるんですね。そう、だから中身ですね、今から中身を今いろいろ検討中で、まだ決まってないんですけども、今年の復活が素晴らしかったんで、その復活にもう負けないやというか、また意義あるものにしようと思って今準備中です。これは皆さんとても楽しみにしていただきたいと思います。はい、それでは続いてのですね、2つ目のキーワードに移ります。はい、本職は学校の先生ですということなんですが、やっぱり坂本さんは音楽の先生ですかね？はい、私は中学校の理科なんですよ。理科の先生？そうです。はい、音楽じゃなくて理科なんですか？そうなんですね。ずっと音楽の先生だと思ってましたよくそう言われますが、理科の先生なんですね。音楽は素人なので理科です。先生にどうしてなろうと思われたんですか？理科はですね、高校の時に理科の成績が良かったということと、学校の先生ってのは、僕は小さい頃から何かしら憧れというか、なってみたいなと思ってましたんで、高校3年生の夏休みの後、終わった頃だと思いますけど、よし教育学の理科に行こうと決めて、そして大学に行きました。じゃあ毎日中学生とこう触れ合ってるということですね？そうです、毎日毎日。どうですか中学生は？中学生だから、もちろんこれは未熟なところいっぱいありますけれども、やっぱ素晴らしいところあるんです。やっぱ大人に絶対ないのは純粋なところでしょう ね。先月体育大会ってのありましたけど、やっぱ一生懸命やるんですよ。大人ではとてもあんな一生懸命じゃないけど、すごくこう一つの競技とか、みんなでやる縄跳びであるとか、リレーであるとか、応援も一生懸命だし、そういうやっぱ純粋さは素晴らしいですね。今何年生の担任？私は1年生の学年主任って言って、担任ではないんですけど、全体の
お世話をするような仕事です。やっぱ元気ですか中学生は。あ、元気です元気です、はい、どうあの、ま、夏の暑い日でも外で遊んでますから。あ、ね、そうですよね、はい、なんか生徒の方と理科ではなく音楽の話をされたりっていう機会はあるんですか。ほとんどしません。あ、そうなんですね、じゃあ生徒さんたちは坂本さんがその 音楽について活動されてることは知らない、はい、なんとなくやっぱ知ってるみたいな。知ってるですね。あの特に話はしませんが、そのコンサートの時は生徒さんたちが来たりとかあったんですか。まあ、何人か来てました、何人か来てましたし、あの生徒のお母さんで この前の復活の合唱団に出た方もいらっしゃいますから、はい、なるほど。お母さん特にあんま話さない、はい、そこはやっぱあえて話さないんですか。そうですね、その将来プロオーケストラをって目標にやってますけども、本当に例えば10年後にできた時に今の中学生があの時の理科の先生がこんなことやってたんだって分かるぐらいがいいのかな。なるほどですね、はい、そこぐらいがいいですね、はい、吹奏楽部とかを顧問もされてはないですか。私はあの剣道部の剣道部名前だけの副顧問をやってます。そうなんですね、はい、じゃあ剣道部指導とかこう練習全く剣道やったことないですから。そうなんですね、はい、じゃあもう先生としても活躍されている、はい、ということなんですけども、はい、またですね音楽の話ちょっと聞いていきたいと思いますが、はい、3つ目ですね、これからのビジョンということで、これから多分たくさんのことを考えられていると思いますが、これからのビジョンを教えていただいてもいいですか。まあ、最終的には熊本にプロオーケストラを作ろうと。で、それは何のためにというか、その目的はプロオーケストラを作ることが目的ではなくて、それができることによって熊本でいいコンサートが増え、で音楽をいい音楽を聴くことによってこの間の復活のコンサートでもそれは現れてたと思いますが、人はやっぱりこうなんか生きる力につながったりとか、いろんなものが生まれるんですよ。本当にいいコンサート音楽っていうのは、そういう機会が熊本に増え、そして熊本がより良い街になり、で熊本だけでなく日本がもっと大げさに言えば世界がより良くなる、そこにつながるようなものが熊本でできたらいいなって思ってます。それがもう一番最終的なもんですけど、そのために今何をやってるかというと、コンサートをやったりとか、いろんなところでお話したりとか、今日のこのテレビもそうですし、こういう機会があったらお伝えしたりとか、やっておりますが、そう遠くない将来、熊本にプロオケができる前の段階に音楽祭ができたらいいねって今僕たちの仲間で話してるんですよ。音楽祭って結構あるんです日本中で、大分でも沖縄市、宮崎、それから鹿児島の霧島でもあって、それ全部もう30年ぐらいの歴史がありますし、日本中で見たらいっぱいあって、熊本市ではないんですよ。確かにないです ね。で私が調べた金沢なんかは、まあ、熊本と似てるところあると思うんですよ、古くからの城下町 でそこの音楽祭はですね3日間で10万人の人が来て、3万人は県外から来るらしくて、音楽祭の時はもう金沢駅は本当にもう押し合い閉し合いのすごい混雑になるらしいですけど、そういうことが熊本でもやってみたいと。金沢でできてるなら熊本でもできるんじゃないかなと思って、そういう絵ができるような、今まだリサーチ段階ですけどね。その音楽祭で具体的にこういうのをしたいっていうのってあるんですか。はい、こういうのっていうのはとにかくこう、私そのオーケストラを作ろうと言ってますけども、クラシック音楽なんですけどね、クラシック音楽だとあんまりこう馴染みがないっていうか、自分はあんまり、興味がないんだという人の方が多いんです。だからあの音楽祭で非常に身近になって、街の至る所でもあったり、非常に低料金であったり、コンサートの時間が短くて気軽に聴けたりとか、そういうのをたくさんやることによって、普段自分はクラシック音楽ってあんまり興味ないとなと思ってる人に来てほしいと、そういう音楽祭ですね。こう気軽に行けるような。そうですね、気軽に行けて、かつ中身は本当に素晴らしいものだ、
そういうものができたりですね。それでこうハマっちゃう人も増えそうですね。ハマってほしいんです、きっとハマる人が多い街っていうのはきっといい街だろうと、そう思ってずっとやってますから、その一つにしたいです。なるほどですね、それでは、最後にさらに坂本さんの人となりに触れていきたいということで、マイフェイバリット熊本ということで、坂本さんの熊本でのお気に入りのものをご紹介いただきたいと思うんですが、何をご紹介いただけるんでしょうか。いっぱいありますけれども、日常的に私は鰹節が好きで、鰹節、で熊本、市内に私が知っているんで鰹節専門店が2つありますし、一番皆さんが分かりやすいところと鶴屋にも鰹節を売ってまして、鰹節を削って食べるのが好きなんです。自らこう削って食べる。自ら、そうですね、はい、そうなんですね。今日は特別に削っていただけるということ で、ね、持ってきていただきました。どこでやればいいんですか。はい、じゃあやりますか、ね、じゃあ早速、はい、削ってもらっていただいて、こんな感じで。ご自宅でもされるってことですよね。自宅でももちろん、今からこう暑くなってくると、こう削ったやつを冷ややっこに乗せて食べると美味しい。いや美味しそうですね。どうぞどうぞ、皆さんも。すごいですね、香りがまず違いますね。削りたてはやっぱ全然違うんですよ、パックに入ってるやつと。いや食べてください、どうぞどうぞ。かつお節ですよ、皆さん見たことあります。私パックのイメージしかないんで、これかつお節とされても最初気づかないかもしれないですね、ではいただきます。やっぱ香りが違いますね、入れた瞬間に。これもう時間がないと醤油かけてご飯にのせるだけで美味しい、ごちそうになります。美味しいですね、はい、絶対美味しいですね、はい、本来の鰹節ってこれなんですね、鰹節って日本食のもう基本中の基本なんですが、これやっぱ削らないと、その削ってその削りたてじゃないと本当の良さはなかなか出てこないと思います。これどれぐらい鰹節昔から削って自分で、何年ぐらい前か、もう小さい時削ってました。でずっと20年30年忘れてた時にラジオ聞いてたら、ある人が鰹節を熱く語ってたんで、それで鰹節削り器買って削ったら非常にうまかったんですよ。で私もそれ真似して、いっぱい熱く語ったら、僕の周りで鰹節削り買う人が30人ぐらいいます。本当ですか。周りの方を巻き込んでハマっちゃう人が多いんですね、はいはい、これ自体がその専門店に売ってあるんですか。専門店だ、もちろん今はネットでも買えますけれども、鰹節や専門店とか熊本だと鶴屋とかあります。でいろいろあるんです、鰹節も種類が、かびつけの回数で、これ結構ちょっと柔らかい方なんですけどね。そうなんですね、その柔らかさは何か違いがあるんですか、カビをつけるんですよね、作る工程 でそのカビが水分吸ったりタンパク質を分解して、で硬くなり美味しくなってくるんですけど、これカビつけ回数が少ないので結構柔らかいです。でも皆さんもぜひ、坂本さんの周り30人ぐらいもう鰹節買ってらっしゃるということで、ぜひ皆さんも始めて、いただければと思います。おすすめです。それでは最後に坂本さん、視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。はい、去年 その地震の後、音楽の炊き出しコンサートと銘打って避難所だとかいろんなとこでやってきて、それで私は音楽好きだったんで昔から知ってたつもりの、音楽の力というものが、私が知ってた以上に強いなというか小さくないなというのがこの1年間でよく分かりました。なので私 そのプロオーケストラを作ろうという気持ちがまた強まった気がするんですよ。このやることは本当に意義深いことだなと思いましたので、目標はまだ先ではありますが、これからもやっていきますので、ぜひ何かの機会にいろんなコンサートであるとか、もしその先ほどお話した音楽祭が実現したら、多くの人、特に自分はクラシック音楽って興味がないんだと今思われている方、一度でいいですから足を運んでいただけたらとても嬉しいです。今日は坂本さんにお話をお伺いしました、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。